コッペ村、神尾コッペ、国道239で、大塚側から この道は名寄市に、その手前に下川、そんな道です。そしてですね、この今おこっぺ川がこの谷を流れてるんですけど、どの辺か、右か左か、左か。そしてその川は右45度のあの谷に上流が行ってます。そうしてここでですね、左に行く道があります。これが行者の滝ですね。その川のおこっぺ川の上流に行者の滝ってあって、昨日後ろ王さんが走ってるんですけど、様子見に行ってきたと聞いてます。そしてこれは、なんていうんですか、川から離れるっていうことは大きなね、あっても小さい川ですよ。そして、峠越えに入ると、そういうことになります。天北峠、あと2キロか、そんな感じです。はい、そっち向かっています。